はい、どうも皆さんこんにちは。ニュージーランド在住のタスです。本日も、ニュージーランド、ロックダウン中のニュージーランドからお伝えしていきたいと思うんですけども、今現在ニュージーランドはですね、3月26日から、数えて今日で15日目でございます。今日が撮影しているのが4月9日なんですけども、9日の時点で感染者数がですね、29人という発表がありました。ロックダウンが始まってからですね、感染者数はですね、ちょっとこうバーって上がってきてたんですけども、ここに来て感染者数がぐっと下がっております。このロックダウンのですね、政策の、結果が出てきたのかなっていう風な感じではあります。このままですね、ロックダウンが大体半分終わって過ぎたところなんですけども、ここからですね、徐々にですけども、下がっていけばいいなーっていう思いはあります。さらにですね、注意して見ていこうかなっていうふうに思います。普通に、平日なんですけども、ロックダウン中ということで、ほとんどのお店が開いておりません。その中でですね、いろんな世界で今ちょっとね、ロックダウン、ロックダウンって言われてますけど、実際にロックダウンっていうのは、どんな感じなのかっていうのをですね、先ほどちょっと運動がてらにですね、運動がてらっていうか、ただの散歩なんですけども、車でも移動できるんですけども、車で移動する場合は、スーパーに行ったりとかですね、薬局に行ったりとか、そういったところだけで、例えばビーチに行ったりとか、ちょっと遠出するのは無理なんですよね。範囲で言うと、だいたい5、6キロっていうふうには決められてて、散歩でですね、僕が住んでるこの周りの街の風景をちょっと撮ってきたんですけども、ちょっとその映像をですね、してもらおうかと思います。それではこちらです、どうぞ。はい、こちらがですね、家の近くの様子になるんですが、僕らがですね、頻繁に利用するサブウェイも開いておりません。そしてですね、これやっていいのか悪いのか分かりません。おそらくダメなんでしょうけども、外に出て喋っている人もいます。一応2メートルの距離を取っているんでしょうか。こんな感じでいつもは開いているお店も閉まっております。ここも閉まっているんですが、この段ボールは何の意味があるんでしょうか。おそらく防犯で中が見えないようにするためのものだと思われます。そしてこちらはウェリントン地方で一番大きなショッピングモール、こちらももちろん閉まっております。信号のボタンを押すときも念のため手の甲で押しました。殺伐とした交差点、あちらに見えにくいと思いますがバス停があり、本数は減らしていると思いますがバスは運行しております。そしてこちらは先ほどのモールの駐車場、いつもは車でいっぱいですが、このようにもうガラガラです。そして目の前にあるよく利用するオーガニックショップは開いているみたいです。妻が欲しいものがあるみたいなので入ってみます。店員さんに入店拒否を下ったと思いましたが、ただの入場制限でした。もしドアが閉まっていたら外で待っててください。一度に入れるのは5人までと書いてあります。はい、無事店の中に入れました。店の中はこんな感じで、品切れの心配はなさそうです。乳製品もほらこんなにいっぱい。こちらはレジなんですが、このようにテープが貼ってあって距離を取りながら支払いをします。店員さんの方にもアクリルの壁があります。そして先ほども申しましたが、バスも運行中、エッセンシャルワーカー、いわゆる今働いている人たちは無料で乗れるそうです。そしてこちらは普段おそらく繁盛しているであろうバーですが、もちろん閉まっております。天気がいい日には外でビールを飲んだらさぞかしい気持ちでしょうね。パラソルも倒れております。こちらは家から一番近いスーパーマーケット、明日が祝日で閉まるので皆さんここぞとばかりにお買い物、僕たちも食料調達。このロックダウン期間は入場制限のため必ずと言っていいほど行列ができます。どのくらいの長さなのか見てみます。
はい、とんでもない長さなので諦めます。こちらは一度前に利用したイタリアンレストラン、こちらも例外なく閉まっております。テイクアウトもやっておりません。あちらに見えるのはニュージーランドにもあるマクドナルド、もちろん営業はしておりません。はい、こんな感じでですね、まあ、意外とまあロックダウンって言ってますけど、まあ、車は結構通ってますし、撮影した日がですね、今日があのイースターフライデーのまあ前日っていうこともあって、スーパーにはすごい車がたくさんありました。行列も結構長い行列がですね、できていましたし、まあみんな外に出れるのは外に出れるんで、まあこんな感じかなっていうふうには思います。まあニュージーランドでもですね、もちろんロックダウン中なんで、車でですね、まあちょっとこう遠出しようもんならですね、警察が結構まあどこそこにいてですね、いろいろ検問食らうみたいなんですよね。まあまあその時にまあエッセンシャルワーカーっていうまあ必要不可欠なですね、まあ職種であればですね、なんかこう証明できる、なんかこう紙みたいなのがあるみたいなんですけども、もしそれがない場合、もしかしたら罰則を食らったりとかですね、何かこう罰金があったりとかですね、多分あると思います。はい、こんな感じでですね、今ニュージーランドからお伝えしているんですけども、まあその都度まあアップデートがあればですね、こんな感じで動画で、撮って配信していきますので、ぜひよろしかったら、この際に、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。